詐欺メール、振込詐欺、そんな言葉を聞いて、皆さんはどう思いますか今回のニュースは、14歳の不登校誘致がユタボンが自身の車、ユタボンスタリゴーの購入希望者から詐欺メールを受け取ったというもの。なんと、そのメールは自称 IT 企業社長からで、ユタボンの認知度を称賛し、スタリゴーの価値を大いに認める内容だったそうです。しかし、その後の返信で、先に手数料として50万円を振り込むよう要求されたとのこと。これは明らかな振込詐欺ですよね。ここで考えてみましょう。なぜ、ユタボンがこんな詐欺メールを受け取る ることになったのでしょうかそれは彼の高い認知度とスタリボーの価値が詐欺師たちにとって魅力的なターゲットになったからではないでしょうかこれはユタボンだけでなく我々一般人も注意すべき点です自分の価値を認められることは嬉しいですがそれは詐欺師たちの罠である可能性も忘れてはいけません最後にユタボンの反応について触れておきましょう彼は振り込み詐欺やんけふざけんなよと不思議でそもそもスタリボーに選ばれない奴は買うことをできへんからと話していましたこれは自分の価値を守るための強い意志を感じます我々も自分の価値 を守るために詐欺師たちに立ち向かう強さを持つべきだと思いますそれはこのニュースから学べる教訓だと私は考えます